こんにちは、m b です。さあ、というわけで、ユニクロ JW アンダーソンのコラボ、ついに発売となりますが、この動画では、ユニクロ JW アンダーソンコラボアイテム、この5つだけ見ておけば間違いないという動画を 配信させていただきますすでにですね僕の YouTube の方でユニクロ JW ワンダーソン2024年秋冬の新作全型レビューの動画を前編後編でやらさせていただいてますけれども結構長尺になっちゃってるので今回はこの5つだけ個人的にはおすすめいたしますという風うにまとめさせていただいております端的にですね JW コラボのいいところと買うべきアイテムがわかるようになってますのでよかったら最後までご覧になってみてください、えー、今のロエベの盾役者ですね、えー、世界的に見ても 今人気トップクラスのデザイナーがジョナサン・アンダーソンそのジョナサン・アンダーソンと ユニクロのコラボということで、イヤガオーにも注目が集まるラインナップだと思います。よかったら最後まで見てみてください。えー、本編行くその前に、私、毎週日曜日の夜9時から MV アイテム、自分のオリジナルブランドの新作を必ず日曜日の9時から発売しております。フランスのタンナーで有名なアノネイのレザー、世界最高峰のレザーですね。アノネイのレザーとか、まあ、ジョン・ロブとかがやってますけど、アノネイのレザー、グイディの、イタリアのグイディレザー、モードの頂点ですね。グイディレザーだったりとか、コットンの最高峰、シーアランドコットン、 ウールの最高峰微周地方のウールなどなどですねあとはナイロンの最高峰ですねリモンタのナイロンだったりとかハイブランドとかラグジュアリーと 1mm も変わらない全く同じ素材を使って可能な限り安く展開しているのが僕のブランドでございます。 えー、もちろんデザインはねそういったブランドと比べるとシンプルになっていますけど日本人にとってみたらシンプルなデザインの方が着やすいんじゃないかなと思うので是非よかったらチェックしてみてください服好きであればあるほど見てたまげるような価格設定になってると思います是非概要欄 MV アイテムスタートリンク見てみてくださいよろしくお願いします さあ、本編行きましょう。JW アンダーソンユニクロコラボ、これを買えば大丈夫の5点ですね。まず1つ目、チェスターコート14,900円です。このチェスターコートなんですけれども、まあちょっとね、物はいいんだけど、まあ14,900円、およそ15,000円ですね。ユニクロで1万5,000円のコート買うんだったら他のブランド買うよって思われる方も多いんじゃないかなと思うんですよ。だから価格で少しこう取り逃しちゃってる可哀想なアイテムなんじゃないかなと思うんですけれども、これ正直言って、4,500,000台 して買うコートとほとんど変わらないぐらいのクオリティですよ。表地はドネガルツイードによく似せた素材になっています。ドネガルツイードっていうのはま英国羊毛、ハリスツイードとか、えっ、ー、とシェットランドとかドネガルツイード、世界三大ツイードみたいな表現のされ方しますけど、英国羊毛のこのツイードってめちゃめちゃ高いんですよ。まあ、ハリスツイードっていつだったか島村さんが小物にほんのちょっとだけ使って出したからハリスツイードの価値ってこんなに低いんだみたいななんかマイナスブランディングみたいなことが起こって ちゃったのでまあどのように捉えられてるかわからないですけど実際はむちゃくちゃ生地、ね、高いですメーター単価とか見るとハリスツイードとか目ん玉飛び出るぐらい高いんですよだからドネガルツイードとかもハリスと同じランクですけどドネガルツイードのこのチェスターコートとか本気で作ったら10万とか全然超えちゃうんですねまあドネガルツイードではなくて似せた素材ではあるんですけれどもそれでも1万5000には絶対に見えないクオリティになってます裏地も刻印をつけたりだとかあとはこういう量販店のコートって襟とか ラペルがペラペラなんですよチェスターとかテイラードとかってこの襟ラペルが結構肝でここの厚みがないとどうしても安っぽく見えちゃうんですねまあ、春夏の例えばウールトロとかの素材だったらもちろんあの厚みがなくてもそれは自然でいいんですけど秋冬のこういう厚手の素材で ペペラペラだとどううしても安っぽく見えちゃうところがこれは今回のチェスターコートに関してはかなり分厚い素材感になっていてしっかり襟の立体感とか陰影が出てくれるなので高級感バッチリですでなおかつあんまりルーズにしすぎるわけじゃなくてほんのりルーズぐらいに作ることでイギリスの本格的なツイードを使ったビンテージアイテムみたいな見え方をされると思いますで V ネックも結構深めに開いてあって色気もあるしこれ全方 好意に隙のないアイテムだと思いますねめちゃくちゃおすすめですアウターがユニクロだとユニバレスして恥ずかしいみたいな思う人もいるかもしれないけどまあ所詮今回コラボ品ですから生産数限られるんですよ特に JW ワンダーソンとユニクロのコラボって一部店舗展開商品が多いから全店で扱ってるわけじゃないなので希少性高いので まあそんなにユニバレも起こさないんじゃないかなって思うと4、5万のブランド品を買うのとほぼ同等クラスって言われると1万5千円でしかもユニバレしにくいってんだったら全然選ぶのありだと思いますね。僕は正直ブランドもの、あの4、5万のブランドものと比べても買う価値全然あると思います。よかったらチェックしてみてください。続いて、えー、これを買っとけば間違いない2つ目。スフレイヤングラデーションクルーネックセーター。 えー、3,990これはあの多分 j w ンダソンの今回のコラボレーションの中で一番人気のアイテムだと思うんですけれどもすげえもう普通に素人目に見ても手間かかってるじゃないですか裾に行くにあたって暗めのダークな色になっていて上に行くにあたって明るい色になってるグラデーションのニットですよ。 超手間かかりそうでしょこれ3990円で本当にいいのって思いますよね。スフレヤーンっていうのは、ヤーンっていうのは糸のことですから、スフレみたいな、スフレってなんかお菓子とかでそういうような言葉あるじゃないですか。スフレみたいに膨らんでる、ぼわっとこう、かさ感がある糸ということで、スフレヤーンっていう名前がついてるわけなんですけれども、その名前の通り、ふんわりしたボリューム感のあるニットになっています。で、これがね、あの別にウールを本率高く使ってるわけではなくて、主要の素材としてはアクリルポリエステルになってるんですけど、ふんわりした か感があってですね、しっかりこうウールライクというかモヘアとかウールとかあの辺の風合いにちゃんと感じられるようにリアルな風合いにタッチ感になってますなので、まあ、確かに剛船の風合いはちょっとはあるんだけれどもあんまり安っぽい雰囲気がないしあとグラデーションの感じが本当にこにデザイナーズっぽくてしかもシルエットもオーバーサイズでですねゆったりさせているので本当にこうそれこそジョナサン・アンダーソンのロエベとかのアイテムみたいなパッと見の印象はね触るとやっぱり違いますけどパッと見の印象はその これ本当にいいアイテムだと思う特にレディース人気これ高くなるんじゃないかなと思いますメンズのラインナップなんですけれどもレディースがね女の子がオーバーサイズでこのニット着るのめちゃくちゃありだと思うし多分そういう方多いんじゃないかなと思います僕もねこれはあのマストで買おうと思ってますどの色も捨てがたいよねグレーカラーもオリーブカラーもブルーカラーも全部かっこいいなんかこのグラデーションの感じとかって普通量販店やらないじゃないですか手間もかかるしめんどくさいし万人受けじゃなくなるし まあこういうアイテムをユニクロがコラボでやってくれるっていうのは本当にありがたいだってこれブランド物で買ったら10倍しても買えないんじゃない ?3 万9,000円でも買えないよねむちゃくちゃおすすめです続いてこれ買っておけば間違いない3つ目ワイドフィットジーンズ4,990円これもしかするとユニクロ史上最太じゃないかなというふうに思います本気でで太いですドカッと太いシルエットになっていてまあジョナサン・アンダーソンロエベとかでも自分のブランドでもそうですけどかなり太いジーンズを展開する壁 がありますよね今回のロエベのコレクションでもかなり太めのジーンズでハイウエストのものとか提案してますけど、まあ、そこまではいかないんだけどかなり太めでユニクロ史上おそらく最も太い形なんじゃないかなというふうに思います本気で太くてですねでしかも風合いがさすがジーンズユニクロですねこだわりありますから本格的なビンテージライフなジーンズの素材になっていてとてもじゃないけど量販店の風合いには見えないです 加工感もででかっこいいですヴ、ね、ィンテージの加工感になっていてうそくささが全然ないです、まあ、いわゆるポリウレタンとか使ったストレッチジーンズとか色落ちさせてる量販店のジーンズとかありますけどやっぱどうしても安っぽいじゃないですかあとコットン100の、えー、ジーンズでも、まあ、やっぱりその3000とか4000ぐらいのものだとどうしても色味とかってのがうそくさくて不自然になっちゃうでもこれはね本気っぽくてすげえかっこいい通常のインディゴデニムだけじゃなくて白とか、えー、ダークオレンジダークグリーン とかカラージーンズになっているので。 通常のジーンズとか太めのジーンズとかも散々いろんなところで出てるからもう持ってるっていう人もカラーものここで買うのありだと思いますね。何しろこのぐらいの綺麗な太みシルエットで本格的なビンテージ加工でカラーが入ってるものってなるとやっぱり量販店だと売れないから普通やらないんですよ。そうするとデザイナーズブランドとかやるんだけどデザイナーズブランドがこの手のものをやると3万4万普通にしちゃうじゃないですか。で、3万4万っていう高額の金額を出してカラージーンズっていう使うかわかんない新しいアイテムを買うかって言われると かなりハードルが高いでしょなんだけど これなら4990で買えるわけよレディースとかでは履いてる人結構いるけどダークオレンジのこういうワイドパンツとかめっちゃオシャレじゃないですか全身黒でダークオレンジのパンツとか合わせるのすげえかっこいいでしょでもこれ実際やろうと思うとめっちゃ高いでも今なら4990円なわけですよでしかもあの量販店の安っぽい生地じゃなくてユニクロさんが認めてくれてる最高、ね、あの本当にこだわりのある生地ばっかり使ってますからデニムに関してはなのでここに関しては本当にこうおすすめできるアイテムじゃないかなというふうに 思いますで何気にですね、えー、バックポケットとかも四角く切ってあってリーバイスとかと違ってねちょっとワークテイストに仕上げてあったりだとか裾もね違う色のステッチを入れることでちょっとワークっぽいような雰囲気に仕上げたりだとかなかなか細かいところにもこだわりがあってそういうところもあのハイブランド感があってすごく僕は好きですねおすすめでございます続いてこれを買っとけば間違いない、えー、マストバイ5つですね4つ目ですパックワイドパンツこちら4990円でございますすげえいいこれ あの先ほどのワイドデニムもめちゃくちゃいいんですけどこちらはもうちょっとそこから細くしてといっても太いんだけどあのワイドテーパードってぐらいのシルエットですね。 で血の素材になってるんですけど光沢感が非常に強い厚手のチノのツイル素材を使っていてですねもう本格的なビンテージのミリタリーのスラックスみたいなああいう見え方をしますねあのチノパンってまあいろんな量販店無印とかも出してるし GU も出してるし H&M も ZARA も出してると思うんですけど安い素材で作ると発色が悪いんですよチノって特に黒のチノだったらごまかし効くんだけどベージュカラーとかカーキカラーとかでチノで安い素材で作っちゃうと中国のね長 疲れてるローカル記事とかで作っちゃうとどうしてもなんか色がベージュっていうよりはなんか変に緑が入ってたりだとかで、カーキカラーも妙に明るい色味になっちゃったりとか。何か安っぽくて。 あの気になっちゃうんですよね黒とかダークネビーだったらごまかせるんですけどこの手のベージュカラーとかカーキカラーとか買う時ってチっってあんままり僕ケチっちゃいいいけないと思います、まあ、どうせ長年使えるアイテムだしチの素材ってすごい頑丈なものが多いですからガシガシ使ってね何年も使うものだからあんまり僕はケチらない方がいいんじゃないかなって思うのが生地的なものもシルエット的なものもそうなんだけど発色がね違うんですよね。安い素材で作るとどうしてもそのベージュの綺麗な色って出せないんだけどこれはね むちゃくちゃいい発色になってますそれこそ3万4万するチノパンと比べても見劣りしないぐらいの綺麗な透明感のある深みのあるベージュカラーになっていてカーキカラーもミリタリーで見るような使い古した土色になったカーキカラーみたいなあの風合いがちゃんと楽しめるようになってるんですね4,990円でよーくここまでいい素材使ってるなと感心しますでシルエットも本当にこうバランスが良くて太いんだけど程よくテーパードしてあってどんなシルエットの トップス合わせてもそれなりに決まるようになってるのが非常に嬉しいところタックも深くなっているのでクラシックな印象があって大人が履いても様になるワイドパンツだと思いますワイドパンツってどうしても子供っぽくて嫌だなとまだ思ってる大人いらっしゃると思うんですけどこのタックワイドチノだったら間違いなく大丈夫です是非検討してみてくださいさあ続いて最後ですね、えー、JW アンダーソンユニクロコラボこれ買っときゃ間違いないマストバイ5つ最後の5つ目は「 ヒートテックデオドラントソックス5590円です5000って言っちゃった590円ですね今回展開されてるのが全部で4型あるんですけど、まあ、この4型どれ買っても別にいいと思いますこれはまあ個人のその好みだと思うんですけれども多分ね服好きでこういう人多いと思うんですよ靴下は年に2回このユニクロ JW アンダーソンコラボで補充するっていう人割と 僕の周りでもそういういい人ちちょろちょろろますねデザイナーズブランドとかそういうところでソックス買うと2,000円とか3,000円とか当たり前にしちゃうでもユニクロとか GU で普通のソックスを買うのはなんか許せない。 みたいな人っているじゃないですか。やっぱこだわりが強い方で。なんだけど、この JW アンダーソンコラボの時だけ、ユニクロ本気出してきて、いつもと違う素材感とか編み地とか、で、パターンも凝ったものをっ作ってくれるし、しかも高級感がどれもあるんですよ。刺繍を入れてくれたりとか、パターンの組み替えだったりとか、ネップ素材をやったりとか、本当にこうブランドものとしてやるようなソックスが590円で買えるので、これむちゃくちゃおすすめです。正直3000円とか4000円とかするブランドが展開しているソックスとかと 比べててもあんままりり見劣りしなないいレベルになってると思いますねユニクロの既存品だと無地とかアーガイルとか、まあ、古文柄とかほ、まあ、本当にこうベタなものしかないんですけれどもここはデザイナーズっぽくですね変化のあるようなソックスデザインになってるものが590円という安さで買えるので年に2回この j w アンドソンコラボの時にソックスは補充するようにしてるっていう人が意外と多いんじゃないかなと思うし僕もなんだかんだ JW コラボがあると必ずソックスは買ってますね。なのでおすすめでございます まあ、靴下って割とすぐダメになるじゃないですかだから定期的にこうやってユニクロがいいデザインでいい素材のものを定期的にきちんとやってくれてるのは本当に需要があるんだなというふうに思いますね JW コラボだけがこうやって定期的にしっかりソックスやってくれてるのでほんとこれだけはやめないでいただきたいですねはいというわけで今回は JW アンダーソンとユニクロのコラボレーションこれさえ買っとけ間違いない5つ紹介させていただきました是非よかったら概要欄の方に一応全商品の URL 貼っときます チェックしておいてください。私メンバーシップを取ります。YouTube メンバーシップではさらにディープなお話たくさんしてますので、興味がある人は概要欄の方からメンバーになるボタンで参加してみてください。またこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお願いします。さらに僕、LINE やってます。LINE アカウントやっておりますので、よかったら LINE 友達になってみてください。無料で友達になることができます。LINE 追加していただくとですね、限定動画だったりとか、お得な情報とか、MV アイテムの発売とか、生放送の紹介とか、そういった情報をバンバン飛んできますので、よかったら 登録してみてくださいお願いしますそれではまたお会いしましょう MB でしたバイバイ